わすごい、いっぱい来た、ありがとうございます。夜こんばんは。お風呂に入る前です。オラの流行り嬉しい、流行ってますか。ありがとうございます。茶色いのは髪の毛、これですか。髪の毛です。AI じゃない、全然 AI になりたい。 AI になりたくないんですか。 AI かわいますか、かわいすぎませんかね。逃亡者 K さん、ハートありがとうございます。ハッチさん、ハートありがとうございます。あ、天に無法さん、あ、ダルマありがとうございます。なんか普通のね、なんかね、ミユのカメラで他の人が撮ってもそんなことないんですけど、なんか自分は AI みたいになっちゃうんですよね。マチャレさん、ハートありがとう。メラメラ NM 見てる、お、ありがとうございます。ん、鼻がちょっと赤すぎ。ペコちゃん、ハートありがとう。ジンくん、ハートありがとう。ケイタイさん、ハートありがとうございます。そう、今日メラメラ NMB があったので、皆さんぜひね、アーカイブ見てください。お願いします。服みたい、普通の服です。この上にはね、コートとか着てたので、はい、寒くないです。なんか最近の悩み聞いてください。直也くんもありがとう。ひろとさん、ハートありがとう。そう、今日メルメブラジルアロタすごく考え、でもノイジェさんとブラジルさんはすぐ出ました。逆に M のミエセスさんが全然、わ、 M って誰かおったっけなって。ももりんさん、だるまありがとうございます。最近の GoToSeven じゃないの、最近の悩みなんですけど、なんか目が小さくなった気がするんです。すごくカラコンのせいなのかな、メイク、なんなんやろ、なんか太ったんかな、体重最近測ってないから。ゆうすけ、ハートありがとう。たけぽん、ハート、コメント早すぎる、ほんま。さえちゃんくんもありがとう。メイクかな、なんなんやろ、目が最近めっちゃちっちゃい。最近の公演とか目が小さすぎて、なんかうわ、で、なんかなんでやろうと思ったんですけど。さえちゃんくんもありがとう。よしかずさん、働いてるの。 M 公演でプーちゃん、見て、かわいい、ほんまにかわいいんやったらちょっと押しますか。その馬ゆき、カランカラン、ありがとう。眉毛のとこグリグリ、あ、マッサージしたらいいんか、ストレートおろしのみ、あ、ほんと聞きたいことなんですか。なんか、だからどうしよう、悩んでる、もう悲しい。カラコンを変えようかと思ってます。最近カラコンも定まってなくて、はい、ちょっとこれのせいで髪茶色く見え、あ、暗っ暗っ照明切ったら暗っはい、で、なんか原因はカラコン大きくなったかもでもカラコン大きいからかな、顔がタイプ。ワダダの好きな人はファンの皆さんです、大好き
グレーのやつ、グレー似合わんへん。ジンくん、クマありがとう。名古屋だるまありがとう。浜もハットありがとう。衣装店で一番印象残った衣装、やっぱあのドレスコーナーが うわーってなったすごいなんかはっってなりますよねあそこの場所どうでした皆さん。今日ねあのメラメラ NMB の前にあの生写真の撮影があったんですけど、あの私前髪写真撮った時に前髪が長すぎて今日また切られちゃいました。また短くなっちゃったでもね写真、みゆは長い方が好きなんですけど、写真ってなったらやっぱ短い方がいいから、でも公演ってなると長い方がくるんって巻いた自分が可愛いんですけど、あまた髪の毛の話しちゃった。ファンの人みゆの髪の毛の話なんか興味ないのに。ちょっと YouTube 広告長いよ。うん、最近前髪がね何が似合うかもうやばいやん。目もちっちゃくなったし前髪も定まってないし、もう最近無理、どうしよう、可愛くない、最近可愛くないんです。だからみんなどうしよう、可愛いのハードル高い。どうしよう、明日何しよっかな。公演充電がもう残り 10% しかないです。あれ明日公園でポニーテールしようかなって思ってますけど、何話されたっけ。遡ったら思い出すかな。披露宴今年で終わるんですか。あ、自分が一番可愛いと思う時期な、可愛いなって思った時期はあのあれですね、ベストヒット歌謡祭とか出てた時かな。あのベストヒット歌謡祭とか大阪メロディー出た時の顔が可愛かった。あの時の前髪超綺麗かったんですよね。あの時らへんの前髪が超綺麗なんですけど、ちょっと戻れない、もう覚えてない。あの時の前髪覚えてない、結構最近でしょでも可愛かったんですよ、あの時。なおやくもありがとう。こんばんは。明日公園来る人いらっしゃいますか。可愛すぎてバズった。そんなね、そんなことない。バズったまでいかない。可愛いってちょっと話題になった。ちょっとだけね。ちょっとだけ。あ、全然当たらへん。そうなの、当たってほしいね。ヒロとクマありがとう。耳の上に羊のモコが違いますよ。これはなんか二の腕すごく太これはピン止めですちょっと話題になるのが難しい。そうなんですか、テレビ出てるのにテレビ出てるのに。だってベストイット歌謡祭なんて みんな見るじゃないですか。あれなんだっけ、だってみーも一般人の時全然好きなアーティストさんとかいなかった時とかもベストイット歌謡祭とかレコ大とかは絶対見ますよね。テンション上がりますよね、好きなアーティストさんいなくても。でやっぱアイドル見て、アイドル全然知らんくても何この可愛いみたいなね。
今日の美術系優しい優しい主義でしょ。西村てっちゃん、くもありがとう。そう、テレビっ子なの。にっくんお疲れギフトありがとう。にっくんもお疲れ。たけぽんとっといギフトありがとうございます。じんくん誰もありがとうございます。ミュージックはどこから選曲してるの？TikTok とかで曲聴きすぎて流れてくるのと、あと自分で Apple Music で好きなアーティストさん検索してめっちゃ聴きまくるますね。次のシングル選抜入る自信ありますか？いや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 、そんなそんな、うーん、なやまあ売り上げ的にはね入らないとおかしいんですけど、まあ、売り上げだけが全てじゃないのでね、はい、そうですね。直哉さん、クマありがとう。たけぽん、あ、コメント読むの遅いですか？毎日美術式にも式ひろすけくんもありがとう。星もありがとうございます。いやいや、魅力的な子がねたくさんいますので、もう売り上げ的には入らないとおかしいんですけどもし入らなかったらもうみんな買わなくていいよってなっちゃうよね。なっちゃいますよね。そう思いませんか？ひろすけくんもありがとう。リップ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 は、ちょっと待って、デイジークの17番、これ、うん、何回も売り上げ的には売り上げ的にはいや、まあでも難しいですよね。そんな変えるの簡単じゃないから。だってみゆずっと今までも4間違えた5部、5部ずっと打って、6部とかも選抜じゃなかった時も打ってたけど入れなかったから、売り上げとか全てじゃない、それは当たり前なんですけどね。でもさ、世界に行くなら人気が必要だと思いませんか？ね。ポー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 、稼ぎ頭稼いでくるぜ。きょうちゃんペンライトありがとう。髪色好き、ほんまもう3ヶ月くらい染めてないです。お、すごい、なんか何これ、すごいお祭りわっしょいじゃないですか。何ですかこれ、ちょっと決めポーズしときます。あ、これやすごい、誰がこんなすごいのを投げてくださったんですか、この祭りみたいな。ありがとうございます。何この祭り、誰が投げたの祭り。ドカ声コールやめ、いや、やめないでください。ひろすけ金色のお城ありがとう。金閣寺今日も見に来てくれてありがとうね。メラメラ自信溢れすぎ、ほんまですか？全くないですよ私、うん、自信なんて全然ないのにもち巾着さん誰もありがとうございます。わざと YouTube アップしてYouTube YouTube って何ですか？千葉ロッテマリーンズのファン、うわ嬉しい、初見さんで、ただないですか。今私千葉ロッテマリーンズの YouTube 見てますよめちゃくちゃあれですね、和田剛投手の和田塾の夕食にカメラが極秘潜入、見てます。フェニックスさんハートありがとう。タッキーさん、ココアですか？ありがとうございます。プープー、フェニックスさんありがとう。ペコちゃんかわいいギフトありがとう。なんかね、この間ね
地元のね友達と久々に遊んだんですけど、夏ぶりにね地元の友達と遊んだんですけど、地元の友達がライブ配信を始めたらしくて、そうで、すごいすごいもうねめっちゃ今稼いでんねんって話をされて、めっちゃいいやんみたいな、めっちゃ羨ましいねんけどってなった何してんのみたいなでその子が今まで、なんかミユをすごい本当にその中学小学校から仲良かったんですよ。でその子がもうめっちゃおもろい子で、んで なんでそんな、なんか1ヶ月でもう成功したらしくて、始めた時から。でなんでもその子めっちゃ面白いんですよ、可愛いし。で何してんのみたいな配信で言ったら、なんか普通にもうすっぴんで配信してるとか言ってて、めっちゃ舐めてるやんと思って、なんかいいねって言ったけど女の子そう、天職。今ミエのことを今までなんかずっと、なんかもうほんまミエはずっとアイドルし、なんかもう小学のちっちゃい時からアイドルしてるから、ほんまミエはアイドルが天職やなみたいないじってきてたんですね、その子が。だからミエはめっちゃライブは天職やんって言って、いじり返しましたそうトークリーって言ってたね自分で。うらやましい、そのトーク力のそんなものすごいですよね。だってミユはさアイドルしてるからさ、こうやってファンの人がいっぱい見てくれてるわけで、なんか一般人ってすごいくないですか。その一般人の方に興味を持ってくださるのが本当すごいですよ。だから大事にしようって言いましたミユはそうね、ぷぷぷぷぷ26歳の女性って普通にカフェとかカフェご飯食べて、その後カフェ、夜カフェっていうんですか、夜カフェ行って、はい、ミルクティー飲みました河原さん、クマありがとうございます。みっちゃんライブだなんでですか、みーめっちゃアイドルじゃないですか。ジョマローの好きな香水の香りですか。ミエはずっと一番人気のピオニーみたいなやつを買ってましたよ、はい、今もお家のハンドソープはそれです。メイドインおはようって何ですか。メイドインおはようって動画があるの、流行ってるんですか。名古屋猫ありがとう、にゃんにゃん。電車に乗るけど可愛いって叫んでいいダメ、変な人って通報されちゃうよ。もうあと15分だ、それも終わらなあかんの、辛い、終わりたくないよ。ひろ、あ、言ったっけ、ひろすけくまありがとう、きょうちゃん花束ありがとうございます。最近なんか YouTube の広告長くなりましたよね。吉村てっちゃんくんもありがとうございます河原さんここありがとうございます。プレミアム入ってない、プレミアムいいの。なんか面白い漫画最近見てないですね。最近ネットフリックスでキャラクター、もうちょっと古いかな、ちょっと前にみんな流行ってたキャラクターってやつと、菅田将暉さんとか深瀬さんとか小栗旬さんとかが出てらっしゃる映画、キャラクターと韓国の映画感染乗り物じゃないよ、感染ウイルスですみたいな、新幹線って言ったらもう新幹線しか、車しか出てこないんですけど、
そう、感染のあの映画を見ました。面白かったです、うん、はい、うん、なおやくまありがとう。グジャクサンドでもありがとうございます。ホラー系、あ、どっちもちょっとえぐいかも。キャラクター神、え、面白いですよね。でも流し見とかだったんですけど面白かったです。小栗旬さんと同い年なんや。実質俺やな、そういうことポニーハートありがとう。57 5 y あらな rc さん、だるまありがとうございます。さえちゃんハートありがとう。にっくんだるまありがとう。公園行った後頭痛くなるねんけど、なんでやろ。え、みえも今日メラメラの後めっちゃ頭痛くなった。で、あと公園の後もいつも頭痛い、一緒。なんでなんでしょうね。なんか今日のメラメラは多分すごい頭使ったから頭痛くなったんと思う。今日だって2時間ずっと大喜利してましたよね。あの、気づいたんですけど、私大喜利しかしてなかったですよね。2時間ずっと死ぬかと思いました顔ハートが流行ってるの？え、そんなことないよ。その片手で持ってるからさ、両手でハートできないんですよ。なんかぼやけてる？いいの、 TikTok 作りたいね。素材選べへんからかめっちゃおもろい、うん、もうコメントいっぱい来てくれるから嬉しい。みえちゃん見ると元気出ます。お、そうやって言ってくださるのが一番嬉しいですね。動画可愛かった。ああ、あれね、みえの腹立つわーの動画ですね。ね、嬉しい、見てくれて。かりんさんとのイチャイチャが好き？みえイチャイチャ知ってますか？かりんさんと吸盤ガイルトロさん、あ、知ってます。最近ね TikTok でよく流れてきます。面白いですよね。昨日が、明日はガチめのポニーテール。え、だってそう、明日はポニーテール、いや、でもしよっかなって迷ってます。どうしよう、どうしよっかな、決まってないんですよね。でも来週ちょっとだけ髪のエクステを切るので、ちょっと長いのは今週だけなので、ポニーテールするのはさ、あの、長い時しかやらないので、うーん、つい休めるとかあんのでも公演の時に下目のついあんま可愛くないんですよね。エクステなし見たい？え、じゃあもっと好きになってくれますか、エクステ取ったら。来週ね、あの、撮影があるんですよ、グラビアの。だからあの、短い髪が短い方がやっぱ、なんて言うんですか、綺麗に見える、その見えやすいっていうんですか、やっぱ長かったら隠れちゃうじゃないですか。だからいつもグラビアの時はちょっと短いんですよね、ちょっとだけねはい、だから今日からダイエットする今日からダイエットする今日からって遅いけど、今日からご飯全然食べませんはい、フェニックスさんハートありがとう。何を見せたいって分かりますよね、言わなくても「キャットウォーク」、あご飯食べないのよくない、分かった、分かりました
じゃあちょっとた、いや食べますよ、全然食べないと公園動けないのでね。ドラゴンボールつかもうぜ、ドラゴンボール。ヒロトークもありがとう。タンスティックって何？美味しそう、美味しそうですね。ね、あと10分で終わらないといけないの、無理、う寂しい。ファミマか、わかりました。え、どこのコーナーにあるんやろ。アシタイムコーン、やった、待ってます。そう、これはピン止めですね。はい、あの突き外し可能です。そろそろ今日ツイッター更新したんですけど、みんな見てくれましたか。あーしてくれました。見たよ、しました、ちゃんと。インスタも更新したんですけど、あてか充電切れちゃうんじゃない、縦にしよう。あと 11% か。大地くんもありがとう。年々若くなるはほんまに嘘、全然ですよ、マジで。本当に本当に入った時が一番若い当たり前やけど、写真見てて若いなって思うもん。うー、あん、ん、怒ってた？全然感じさせない、大好き。カニージと全く変わってない、ほんまですか。何、んー、まあでもそら可愛い子たちとね、日々ずっと一緒にいたらそうなるのかな。メイクとかも上手になるしね。見たハートありがとう、名古屋ハートありがとう。充電が 10% を切っちゃった。寒くないの、え、暖房ゴンゴンなんで、もう全然寒くないです。お、店員無法さん、うちはありがとう、大好き大好き大好き。大人っぽさがいい感じ。大人っぽくないで、大人っぽくない、大人っぽくなりたい。弟と同い年なの？弟さん、ミユのファンになりませんか？コメント早い。これでコメント早いんですか？めちゃくちゃ遅いですよ。だってもう止まってますよ、コメント。コメント止まってますよ、今。全然見れるもん。いじってます。あと5分だ。みんな明日も朝早かったりしますよね。ありがとうございます、こんな時間まで見て、あの配信見てくださって大好きです。優しいですね、みんな。みんな寝たいくせに。唇プルプルの秘訣、わかんない、もうちっちゃい時からね、唇にシワとかないんですよね。でもあれかな、ずっとあのリップ塗ってる、あの何、薬用リップみたいな、乾燥するのがほんと嫌いなんですよ。もう手もそうなんですけど、だからもうずっと、しかもみえもうこの辺までずっとリップ塗ってるから、この辺は盛りすぎですね。はい、ですかね。プランパー、あ、たまに使います。でもほんま、あの最近なくなった。
しばないのやばい、ほんまですか。大阪戻って、あ、大阪はい、戻ってきて。なんでみんなカサカサになるんやろ、なんでですか。ちゃんと塗ってます。ちゃんとリップ塗ってますか、日々。うん。何も塗ってない。何も塗らんかったらみえもカサカサかも。唇とか剥がさんといて。あ、でもおすすめのハンドクリーム、最近はもうあのディプティックってやつハマってます。めっちゃいい匂いなんです。あのあれ、ん、初めて女の子の口で触り、見る誰の口も触りたくない。ハンドクリームだけどリップ、ん、リップ？リップはもうその辺に売ってるやつです。あ、でも最近のおすすめのリップ、普通にみんな男の子とかでも買える薬用リップは、あの何やっけ、あのうわちょっと待って、あのみんなのために紹介します。ちょっと部屋が映る。よいしょ、はい、これですね、ロート製薬さん、ロート製薬さん、なんか画面濁った。とロート製薬さんのメンタムリップのこれ、メルティメルティクリームリップ、リッチハニーってやつを今使ってます。このシリーズ、メルティクリームリップはもうやばいです、やばいですね、本当にもうマジで。すごいすごい潤う、もうなんかもうね、なんていうんですかね、もう塗り心地がえぐいんですよ、もう本当にやばいです。もうこれ塗るだけでもう、うん、プルプル、ミユのいつもリップ塗る感じはもうこの辺ぐらいまでもう塗るんで、はい、あ、色違い、ミユもね今回たまたまなんかこの色黄色買ったけど、正直何でもいいですね、匂いとか無香料とかでも手に取ったやつ。はい、これを買ったらもうみんな唇なんて乾燥しないと思います。はい、よろしくお願いします。え、みえも夏場ドロドロなっとった、これ、え、ほんまに騙されたと思って使ってみてください。はい、なんかわかります、ちょっとブルブルなりました。どう思いますか、どう思います、皆さん、さっき高くないやろ、高くないやろ、大体みんな一緒、ランキングほんまやばい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 、忘れてた。13位ニッコン、12位クジャクソン、11位パコちゃん、10位吉村哲也さん、9位北野大地、8位馬勇気、7位、あ、7位ひろと、6位さえちゃん、5位たけぽん、4位きょうちゃん、そして第3位なおや、なおやや、うちもありがとう、また公園来てね。そして第2位ひろすけ、ひろすけ今日もメラメラ来てくれてありがとう、ドジャーズパー。そして第1位、天意無法さん、これ読み方合ってますよね、天意無法さん、いつも1位ありがとうございます、また公演見に来てください、待ってますよ。ありがとう、いつも、はい、間に合った、あ、もうあと1分ぐらいしかない、もしかして元もやから比較がもう、あ、でもほんまにこれめっちゃ良きなんで使ってみてください。おやすみのハグ、うーん、キュー。これでいいですか、これで満足できますか、はい、ちょっと色が落ちちゃった、はい。はい、皆さんじゃあ切れるまで続けておきますね、髪も洗いますよ、今日は明日公演なんで、はい。
怖すぎて携帯投げました。やだ投げないで。最後にプーください。ポー、あ、もう切れそう。みーも大好き。じゃあみんなバイバイ、ありがとう、おやすみ、明日も頑張ってください、お仕事とかいろいろ、公演待ってます、バイ。